皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。アパシー鳴神学園七不思議実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけでね、前回は、新藤さんのね、ボクシングの話のね、続きからやね。では見ていきましょうかね。どうぞ。はい、というわけで、前回はね、なんだったっけ、新谷だったっけな、新谷っていうその男の子がね、いたわけなんですけど、そのね、新谷くんは、ちょっとね、いじめられっ子なんですよね。で、毎回いじめられるから、上野っていう、ちょっとこう、ね、いじめに対しても、ちょっとね、注意をする、先生が、そんな、新谷に、ボクシングを教えたわけなんですよ。初めはちょっと乗り気じゃなかった、新谷くんなんですけど、やっていくうちに、だんだんとこう、ボクシングを、分かってきたために、なんとね、いじめっ子たちをね、撃退したわけなんですよ。で、そこから、上野が、もうこれ以上ね、ボクシング続ける、理由はもうないな、みたいな感じでね、安心しきってたわけなんですけど、新谷くんは、ボクシングをそのまま、続けていきたいっていう、強くなっていきたいみたいな感じで、やっていたわけなんですよ。いやー、素晴らしいね。ではね、続き見ていこう。と、上野のおかげで心は強くなった。次は本格的にボクシングを極めるために技術を学んでいったんだ。新谷、お前は精神的にはだいぶ強くなった。次は技術だ。さあ、ゴングの音が鳴ったら、お前は最強の選手になる。いいか、自分に言い聞かせるんだ。自分は強い。自分は強い。自分は強い。その思いが自分を成長させるんだぞ。はい、はい。ターン。いやー、ねえ。なんか、あれですね。明日のジョーみたいな感じになってるね。もしくはなんか初めの一歩とかねえ、ちょっとな、ボクシング漫画ってあんまりちょっと読んだことがないから、よくわかんないんだけど、ああいう、なんだろうね、男のね、青春ドラマみたいな、始まるんだろうね。上野の厳しい指導が毎日続いた。新谷は試合まで上野につきっきりでコーチしてもらったんだ。そして他校との練習試合が決まり、新谷も選手として出場することになったんだ。ねえ、ここまでは普通のねえ、いい話なんだけどね。結果は KO 負け。そりゃ当然だ。2週間やそこらの付き焼き場で何年もやっている奴らにかなうはずはなかったんだな。でも相手に立ち向かっていく心だけは評価できるだろう。それは上野も同じ考えだった。確かにね、今はね、ここからなんだよ。ここからスタートだから、どんなことでもね。今日は初めての試合で緊張しただろう。はい。ちょっとやっぱり負けたことに関してちょっと思い詰めてるんだろうな。
緊張すると普段の自分の力は出し切れないものだ。それにお前はまだボクシングを始めたばかりなんだから、これから努力してはいいさ。継続こそが力だ、諦めるんじゃないぞ。そして上野は語り聞かせるように新谷に言った。ゴングが鳴ればそこは試合の中なんだから、手加減しなくていいんだ。お前の力の全てを出し切り、本気で相手に立ち向かっていく。新谷、お前は心の優しいやつだ。だからどうしても躊躇してしまうんだろう。そういう意味ではボクシングというストイックなスポーツにはあまり向かないのかもしれんな。だがなボクシングは喧嘩じゃない、れっきとしたスポーツなんだから心配しなくていいんだ。ゴングの音が聞こえたら全力でぶつかっていけ。わかりました、次は全力でぶつかれるように頑張ります。よし、じゃあ今日は早く帰ってゆっくり休め。また明日から特訓だぞ。はい、はい、ほんまここまで見るとほんまええ話やんね、こっからね怖い話に続いていくんだろうな。上野はあんなに弱くていじめられてばかりいた新谷が成長し変わってくれたことを喜んでいた。そりゃ嬉しいよな。自分が手をかけた生徒が成長してくれるほど先行にとって嬉しいことはねえからな。新谷も自分が着実に強くなっていくことに嬉しさを隠しきれなかった。やっぱ人間は自信がつくと変わるもんだ。新谷はどんどん強くなっていった。半年も過ぎれば昔のいじめられていた頃の面影はすっかりなくなっていた。まあほんまね、あれから復讐しに来てもね、まあやり返すんだろうな今のね彼なら。リングの上のシントニーは強かったぜ。ゴングが鳴るとまるで人が変わったように鋭いパンチを繰り出すんだ。とてつもない集中力の持ち主だったぜ。ああ、まあなんかね、きっと来るきっと来るみたいなね。リングって怖いよね。試合の帰りかなんかかなと。今日はいい試合だったな、新谷。はい、先生。その日、他校との練習試合を終えた上野は、新谷と帰っていた。上野はひどくご機嫌だった。なぜなら、今日の試合は新谷の KO 勝ちだったからな。おお、やったじゃん、新谷くん。ねえ、やっぱ練習した甲斐があったね。でもさ、そのボクシングやってる人ってさ、結構ねえ、顔とかすごいパンパンなりそうやけどな。ねえ、今の新谷くんピンピンしてるやん。めっちゃええ笑顔やん。ね。そう、相手をノックアウトするほど
新谷は強くなっていったのさ。こんな日は一杯飲みたい気分だ。上野は新谷と別れ、一人居酒屋に立ち寄ることにした。ああ、おごってがはあげないんだね。せめて食べ物だけでもね、こう。ねえ、欲しかろう。まあ、ちょっと酒はさすがに、ダメだけどね。うん。まあ、そういう道を避けて通らなきゃいけない年頃だからね。まだ。それじゃあ、新谷。俺はちょっと寄り道するから。お疲れ様です。自分の育てた戦士が花開く。こんなめでたいことはないからな。その日は少々羽目を外すほど飲んじまった。ねえ、明日になったらこう二日酔いみたいな。ん？おお、なんか救急車かな。ガジか？酔ってんねー。はしご酒をした上野はすっかり暗くなった夜道をほろ酔い気分で歩いていた。どこからか消防車のサイレンの音がする。どっかで火事でもあったんだろうか。ね、千鳥足にならないようにな、上野さん。そんなことを考えながら、ふらふらと歩いて家に向かっていると、お？なんか誰かが倒れているのかな？ん？誰かいるのか？てか、さっきのさ、顔でさ、ねえ、酔っ払ってるかもうちょっと出してもよかったんじゃないかな。なんか表情がなかったから。と、上野が公園の傍らを通りかかると、公園から変なうめき声が聞こえたんだ。上野は気になって公園の中へと入っていった。誰かの講演会でもしてんのかな。おー、これはただことじゃないんだろうな、きっと。なあ、一気に酔い覚める。背丈の、背広かな？背広の男。助けてくれ。助け。上野が公園に入ると、茂みの中から男が這いずり出てきていた。顔面を殴られたのか、顔中血まみれで、その口からは、ゴブゴブと赤い泡を噴出していた。なんとも泡立たしい。しかし、すぐに暗がりに引きずり込まれていった。その後すぐに人を殴る音が聞こえてきたんだ。人を殴る音、まさか。やめろ。おい。思わず声をかけた。すると茂みの陰から一人の男がニュッと姿を現したんだ。その姿を見て、上野は驚きを隠せなかった。
シントニー。茂みから出てきたのはシントニーだった。血だらけの手で顔にはうすら笑いを浮かべていた。殺人鬼になっとるやないかい。うおー、やばくね。手血まみれ、なんか若干あれだ、水かきついてるみたいな感じに見えてしまったけど違うよな。何をしているんだ、新谷。あれ先生、お前こんなことしてどうなるか分かっているのか。試合が始まったんです。だから僕は戦わなければ。試合は試合でも殺し合いになっているんじゃないの。新谷、何を言っているんだ。上野は唖然としていた。その上野の耳にまた消防車の音が聞こえてきたんだ。消防車の音には、反響の音も混ざっていた。ああ、まさか、なんつうのかな。その消防車の音をそのゴングに見立ててしまったみたいな。やば。途端、新谷の顔つきが変わった。目が、座っておらず、どこを見ているかわからない。うつろな瞳で上野のことを見ていた。やば、これ。先生殴るんちゃう？そして、おもむろにファイティングポーズをとった。よし、このラウンドこそ、相手をノックアウトしますよ。新谷、お前。新谷は目の前にいる上野を何も言わず殴りつけた。不意をつかれた上野はバランスを崩しその場に倒れた。そこへ新谷が馬乗りになってさらに上野にパンチを浴びせ続けた。先生までもうなんだろう、もうゴングが鳴ったらもうその場にはね、新谷君にとってはもう全てがリングみたいな、そんな感じになってるじゃん。もうあれなんだね、こうリングにやるやつはみんな敵みたいな。殴ってる。新谷は一心不乱に上野を殴りつけた。上野の鼻が折れても歯が抜けても顎の骨が砕けても顔中血まみれになっても、試合終了のゴングが鳴るまで、レフリーはいないのか。いやでもこの時のさ、新谷君にね、間入ってもなんかそのレフリーが危ないかもしれないな。と結局近くの住民が気づいて警察が来て取り押さえられるまで
新谷を殴るのはやめなかったそうだ。新谷は自分の両手の骨が折れても殴るのをやめなかった。ジョナサン・ジョースター。そのせいか指の骨はめちゃくちゃに砕け、砕けた骨が皮膚を突き破り、何本もの赤黒い骨が突き出していた。いやもうなんか感覚もなくなっているんだな、そういう痛いっていう。あーそんなにかよ。手はグローブみたいな大きさに腫れ上がり、上野の血を浴びて真っ赤なグローブのような輝きを放っていたそうだ。真っ赤なグローブか。S の時でもあったね。赤坂くんか。赤坂くんを殴りまくって、死んじゃったっていう。ねえ、あれ。上野は、もちろん死んだよ。そして、加害者である新谷は後を追うように自殺した。手の怪我で搬送された先の病院の屋上から飛び降りたんだ。おーい。マジかよ。あれなんかな、正気を取り戻したんかな、その新谷くん、その後ね。僕が先生を、なんてことを、みたいな。いやー、なんか洗脳みたいな感じになってたんだね。強くなりたい。そんな純粋な思いで始めたはずのボクシングだったのに、なんでこんなことになっちまったんだろうな。明日を見る目で、語りかける進藤さんやな。なんかぼーっとしている感じにも、見えなくもない。なぜ上野を殴ったのか、なぜその話を知っているのか、なぜ新谷はそんなに強いのか、なぜ上野はそんなに熱心だったのか。そうだな。なんか上野先生を殴ったことに関してはなんとなく察しはつくんだよな。もう新谷くんのその立つ場すべてがリングみたいな、ええ、そんな感じだったんでしょうね。何が一番疑問かっていうと、そんなに強いのか山を。強いっていうよりかはもう怖いっていう方がいい、言った方がいいかなーって。なぜ上野はそんなに熱心だったのか。熱心。まあ、なぜその話知ってるのかなっていう。まあ一番気になるのはそれなんだけどね。まあ多分、まあこれも差しはつくか。なんとなくね。進藤さんは、なぜその話を知っているんでしょうか。あ、俺はボクシング部なんだよ。新谷のも同期だったんだ。まあそっか。てか同期か。そうだったんですか。新藤さんがこの話をしているとき、どことなく辛そうに見えるのはそのせいだったのか。まあね、同期がまさかこう先生を殺しちゃう上に自分も死んじゃうっていうのはもうね、心が持たんぜ。上野のやつ、運ばれた病院でもあんなことをされたのに、死ぬまで新谷のことばかり気にしていたよな。あいつがこうなったのは俺のせいだ。すまん。って顔中ぐるぐる巻きにされた包帯の中から悲しそうにつぶやいていたよ。まあなんかこんなはずは、こんなはずじゃなかったっていうことなんだろうな、ほんと。なんかいじめっ子対策程度にとどめとくのが良かったんだろうな、きっと。これで俺の話は終わりだ。す
食えなかった新谷。なんとか救いたかったなーっていう。はい、というわけで、まあ、なんかね、こう、まあ、怖いけど、ちょっと最後辛いね。こう、ね、進藤さんにとってね、こう、同級生の子が、まさかこんなことになってしまうなんてみたいな。いやまあ何事もなんか、熱心にならないようにっていうことなのか、どうなのか、ねえ。まあその、競馬の味を占めてしまったらもう止められなくなっちゃったみたいな。まあこれとは違うんだろうけど、まあそういうことなんかな。いやほんと考えさせられる話やったね。はい、というわけでね、今日のね、アパシー鳴神学園七不思議は、ね、ここまでとさせていただきます。ね。いやボクシングしている皆さん、ね、あまりのめり込みすぎてね、まあ、消防車のサイレンがね、鳴っただけで、試合が始まるなんて、そんなことをね、起こんないようにしてくださいね。お気をつけて。というわけでね、次回は、新井さんのね、話、第5話やね、見ていきたいと思いますんでね、次回もね、見てください。チャンネル登録、高評価、コメント、待っております。それでは、バイニャラー。